ジミー・キンメルはアメリカ合衆国ニューヨーク市生まれの司会者、コメディアン、声優、俳優、プロデューサーである。1967年11月13日にニューヨーク市ブルックリンクにドイツ系の父とイタリア系の母のもとに生まれる。母親は主婦で、父親は IBM の重役だった。敬けなカトリック教会を信仰する過程で、キンメル自身も 同役を務めていた。キンメルが9歳の時に、一家はラスベガスへ移住。地元の高校を卒業後、ネバダ大学ラスベガス校へ1年だけ在学して、アリゾナ州立大学へ席を移したが中退。高校在学時より、校内ラジオのホストを務めたことからエンターテインメントに興味を持ち始め、アリゾナ州のラジオ局のパーソナリティとして、キャリアをスタートさせる。 全米各地の FM 局でパーソナリティとしてキャリアを重ね朝の番組などを担当した。パーソナリティ時代にはラジオ番組内にジミー・ザ・スポーツガイというコーナーも持ち、そのコーナーは5年続く人気を博した。1997年コメディセントラルで放送されていたベンスタイン司会のクイズ番組ウィン・ベンスタイン・エス・マネーに出演しテレビ界に進出。 持ち前のコメディセンスなどが称えられ、1999年には、スタインと共にデイタイムエミー賞を受賞した。2003年1月26日に、ABC 制作による自身の冠番組、ジミー・キンメル・ライブが放送開始され、司会者としての格好たる地位を築き上げた。同番組の開始当初は、収録によるテレビ放映だったが、現在は、 生放送で放映されている。同番組内ではかつて日本から南原清隆やネプチューンらによるユニット葉っぱ隊がゲスト出演した。同番組にゲスト出演した俳優のマットデーモンとキンメルとの間で互いを茶化し合うプロモーションビデオが制作された。キンメル側はデーモンと同郷の俳優ベンアフレックとの仲を茶化す。 内容で、デーモン側は当時キンメルが付き合っていた、サラ・シルバーマンとの仲を茶化す内容のものだった。互いのビデオには、多数の著名俳優が出演しており、アメリカ国内で話題となった。自身の番組以外においても、ライバルのデビッド・レターマンや、ジェーデノのトークショーや、ファミリー外や、ロボット・チキンなどといった、テレビアニメにおける声のゲスト出演、本人役で、 いくつかの映画にも出演している。また、2012年2016年には、エミー賞の司会、2017年2018年には、アカデミー賞の司会を務めた。2013年10月16日の、ジミー・キンメルライブ。内で、キンメルの、米国が抱える中国に対する約1兆3000億ドルの、借金問題を解決するにはどうすればよいかという、質問に、 白人の児童が中国人を地球の片隅に集めて皆殺しにすれば良いと答えたことが政治的な騒動に発展。児童の答えに金メルがそれは非常に面白い方法だと返したこともあり、10月30日にはロサンゼルスの中国系住民らが ABC テレビのオフィス前でデモを展開し、金メル本人が謝罪したものの、 11月9日には、在米中国人や中国系住民系数千人が、ロサンゼルスやニューヨーク、ワシントンなど全米27都市でデモを行った。1988年に最初の結婚をしており、二人の子供を設けたが、2002年に離婚。その後、女優でコメディアンのサラシル・バーマンと5年間交際していたが、破局。 2013年7月、モリー・マクニアリーと結婚した。ありがとうございます。